アテネにあるギリシャの海運をアリストテレス・オナシスが1957年にギリシャ国営航空会社 TAE を買収して設立その後1974年にギリシャ政府が再び買収し国営航空会社であった2009年9月に民営化し英語名をオリンピックエアラインズからオリンピックエアーに変更2010年2月 英ゲ航空との合併に合意したが、この計画は2011年1月に、欧州委員会の審査で不認可となった。その後、2012年10月22日に、当社の大株主であるマーフィン・インベストメントグループが、英ゲ航空への当社売却に合意。2013年10月9日に、欧州委員会から売却の承認を得、当社は同年同月23日に、 英華航空の子会社となった。2018年現在、国際線についてはすべて、親会社の英華航空に移管し国内線のみを運航している。アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北、アメリカ、日本へは、かつて1990年6月より、万国経由で成田まで就航していたが、1994年で運航休止となった。 オリンピック航空エアバス A320 ボーイング7372019年9月現在、オリンピック航空の機材は以下の通りである。オリンピック航空は過去には白足とプロペラを組み合わせたものや、オリンピックの社名にちなんで五輪を使用していた。最初の飛行から2年後、オナシスは新しいロボと和の色に関して想像するように頼んだ。オナシスは オリンピックシンボルの5色の輪をコピーすることを求めたが、国際オリンピック委員会がロゴに対して抗議したため、新しいロゴは6輪になった。最初の5つの輪は5大陸を表し、6番目の輪はギリシャを表す。色脇、赤、青、白である。ありがとうございます。